神奈川県小田原市内の収穫前の春見神奈川県大井町産春見の玄米春見は稲の品種の一つコシヒカリとキヌヒカリの掛け合わせである2016年神奈川県主要農産物省令品種決定審議会の審査により神奈川県水道省令品種に決定し神奈川県の主力品種であるキヌヒカリの後継品種として普及が進められているなお 民間が独自に育成した水筒品種が県奨励品種になったのは春海が初めてである。日本穀物検定協会が認定する食味ランキングにおいて2016年に初出品で特 A に認定された。海生町などの神奈川県内町ではブランド化と高品質化を進めている。絹光の後継品種を目指し、神奈川県平塚市にある JA 全農営農。 技術センターにて、腰光と絹光の人工交配を実施した。F1 世代を養成、F4 世代で単独系統を選抜、囲碁系統育種法にて選抜、固定、F8 世代に湘南六号の系統名を付した。2014年品種登録され、育成地である、神奈川県の相模湾の晴れた海よりは、ルミの名称になった。 神奈川成城農業共同組合は、食道が優れる春みを、酒場の恵みで販売し、高級ブランド化を進めている。コシヒカリに比べ、香りとつや総合で優れる。氷層老化度がコシヒカリより低く、冷めても硬くなりづらい。ありがとうございます。